せつなさん、本当に誰に聞いても居場所がわからない。ああ、私も声かけられるとこ全部に当たってみたけど、全然情報なし。参ったね。スクールアイドル同好会結城せつな捜査本部を作るしかないな。かなたさん、捜査本部って何？捜査本部を作って学園中の目撃情報を募る。大げさでは。でもなんだか面白そう。それくらいしなければせつなちゃんを発見できないとかなたちゃんは思うんだよ。うちの学年でも知ってる人いなかったよ。何年生なんだろう。もともとソロ活動でも有名だったってことは1年じゃないよね。この学園も広いしね。ある程度当たりをつけていかないと見つけるのは難しそうね。でも当たりをつけようにも目撃情報自体が皆無。そうなのよね。ひょっとしたらひょっとしてなんですけど、これって生徒会長の罠だったりしませんか？罠？どういうこと？かすみちゃん、会長がせつな先輩のこと誘拐してかすみんたちが探してる間に時間切れを狙うとか。そもそもですよ、5人いれば同好会活動はできるはずなんです。そうね、そもそもこれだけ人数がいるなら本来は問題ないはず。規則にもそうあるんだからね。ここは一つ交渉してみちゃう？あなたは本当にスクールアイドルのことが大好きなんだね。うん、やっぱりせつなちゃんのこと探そう。ええ、頑張りましょう。はい、りなちゃんボード頑張るぞ。月末まではまだ時間あるもんね。よし、張り切ってこう。私の見込んだ通りだったわ。きっと10人の部員を集めてもう一度同好会を復活させてくれると信じていました。会長？え？何？どういうこと？あ、またやっちゃった。今私生徒会長モードだった。はい、私がせつなです。これで信じてもらえたでしょうか？本当にせつなちゃんだ。そんな生徒会長がせつなさんだったなんて。全校集会とかで見ていたはずなのに、もともとメンバーだったみんな気づかなかったの？かなたちゃん、その時間はスヤピしてるんで。全然気づかなかった自分のことがショックです。生徒会長とスクールアイドルの二重生活なんて反則です。かすみんたら、せつな先輩に向かってロボットとか言っちゃいましたよ。私も意地悪に接していましたからね。気にしないでください。私の方こそごめんなさい。せつな先輩。でもなんで先輩は私たちに部員を10人も集めろって無茶言ったんですか？せつな先輩だって同好会潰したくなかったですよね。続けたかったけど、でも
怖かったんです。こうなった原因を作ったのは私だったから。刹那さんのせいって思ってるメンバーなんていませんよ。ううん、私スクールアイドルが大好きすぎてそれを抑えられなくて、好きって気持ちを皆さんと共有したくていろんなことを押し付けちゃいました。そういうのはダメって分かっているのに我慢できなくて、それで皆さんとの仲がどんどんぎこちなくなっちゃったのが怖くて。10人集めてしまうくらい情熱を持った人がいてくれれば今度こそうまくいくんじゃないかって。調子のいい考えですよね。そうだよ、せつなちゃん、この子がナイスアイディアを出してくれたんだよ。うん、私たちにはきっと合ってるやり方だと思うよ。そうです、だから先輩も戻ってきますよね。こんなにたくさんの仲間が集まってくれたんです。新しいスクールアイドル同好会として活動しましょう、せつなさん。皆さん、でもまだちょっと自信ないです。活動を再開させたらまたスクールアイドルが大好きって気持ちが暴走しちゃうかも。ありがとうございます。改めて私もスクールアイドル同好会に入部させてください。ううん、もう見つかっていると思います。うん、みんな分かってるわよね。気づいてないのは君だけだよ。あなたニブニブです。本当に分かってない？寝起きでボケボケの時のかなたちゃんだって分かるのにな。誰が私たちを集めてくれたんでしょうか。初日に生徒会室に行った時、緊張のあまり反対方向に行っちゃった人です。私は生徒会長として部員を10人集めることを条件としましたが、スクールアイドルを10人集めろとは言っていません。10人目は私の目の前にいる人です。あなただよ。スクールアイドル同好会再始動です。一つだけ、同好会再始動にあたってお願いがあります。あなたに私たちを支える部長になってほしいんです。ここにいるメンバーを集めてもう一度同好会を作ってくれたあなたが中心にいれば、今度こそきっと大丈夫だと思うんです。賛成。私たちをその気にさせたのはあなただもん。私もいい考えだと思います。先輩がいなければ私同好会に戻りたいってあんなに素直に言えなかったかもしれません。あなたがいなきゃかなたちゃんテストの危機から逃げられなかった。みんな異存はないよね。ということでどうでしょう。じゃあ部長、まずは同好会として一番最初に何を目指す？それは？いきなり目標がそこなの？あ、私たちにもいけるかな。目標は大きく。りなちゃんの言う通り、壁は高い方が乗り越えがいがあるってものよ。あなたが言うなら頑張るよ。
かなたちゃん寝てる場合じゃないな。うわー、なんか燃えてきたぞ。夢の舞台です。全国のスクールアイドルが集まる一大イベント。ミューズやアクアもってことだよね。同じステージに立てるなんてすごいもん。